皆さん、秋のですね、いいシーズンですけど、植え替えはね、進んでますでしょうか。自分は相変わらず遅れてます。まあ、例年よりやってる方かなと思いますけどね。やっぱり遅れ気味、手が回ってないですね。こちらにあるのがですね、夏の間、特にこう、過保護にね、育ててた多肉3つですね。これが、イエルさんのバークレー錦。もうかなりね、パンパン。もう鉢いっぱいになってきてます。6年の5月に買って、雑貨屋リエルのね、イベントで買って、だから5月25やろ。5ヶ月経ってないですね。で、まぁ、こんな感じ。強い日差しにちょっと弱いっていうね、こと聞いてたので、だから、ずっとね、LED で育ててました。で、これがまたね、夏に弱いって言われるルノーディーン。これ、アジタニクさんの分ですね。はい、こちらもですね、ずっと LED ですね。で、育てて、たやつ。で、だいたいね、まあ、リンズやな。まあ、コロラータですけどね。これが、オライさんのね、リンズやな未生。ザワヘスで買ったやつ。こちらもですね、大体ね、コロラータとか夏に弱いっていうのがなかったんやけど、昨年から、まあ、今年にかけての暑さ、やっぱね、かなりやられた。オライさんも言ってたけどね。だからこれ本当大事にしてるんで、これもね、LED でやってました。で、こちらの方ね、早速こう植え替えていこうかなというふうに思います。まず、リンズやなからいっかな。これがですね、根がもうね、こういうふうに出てきてます。わかりますね、根がね。出てきてるから植え替え時。それと、ちょっとね、画面越しではわかんないけど、これね、また暖流化が潰れてる、損なわれてる。そんな感じやね。はい。こういうこう、細かい粘土質になってるでしょ？粒が潰れてね。ちょっとね、この時の赤玉が、あれあったね、今使ってるやつと違って、すごいなんかね、粉が多かったんですよね。すごいでしょ、これね。こんな感じだったんで、ずっと気にはなってたんですけどね。まあだけど、ちょっと触るのが怖かったんで、そのままね、育てたんやけど、ちょっとやっぱこう暖流化が、損なわれてたっていうのがやっぱずっと怖かったね。こんな感じ。ね。で、また、見張り鉢に、植えていきますけどね。はい。で、これからは、ちょっとね、この時は、こう健康的に育てようというのことで、こうね、大きくすることにこう主眼を置いてたんやけど、これからはこう紅葉の時期なんでね。だから、ちょっとね、それを意識して、紅葉を意識して、ちょっとね、育てようかなというふうに思ってます。よいしょ。根をちぎって、ね。はい。まあ、いつかの段階で茎を切らんといけんかなと思いますけど、まあまだいいかなと。で、このまま植えてもね、ちょっとなんか雑菌とかいるのが嫌なので、一回これをきれいにね、洗います。はい、鉢をね、こんな感じできれいに洗いました。せっかく植え替えるので、鉢はね、清潔にしとかないと、また雑菌とかね、いると、せっかくやったのにもったいないからですね。そういうふうに洗った方がいいと思います。で、土は最近よくやってる、このハイポネックスの観葉植物用の土に、こう赤玉とかね、超硬質の赤玉土とか、ポラ土と、バーミキュライトとクンタンの入った、はい、自分の土、これをこうね、混ぜてます。ハイポネックスのね、こうやつなんよね。観葉植物用の土。なんかね、マグアンプ、緑が長持ちする元肥、
綿ワインっていうのはこうあんまり知らないやけどね、土全体に水が行き渡る土壌水分浸透剤だって、こういったのがなんか入ってるみたいです。で、紅葉をね楽しみたいので、今回はだからマグアップちょっとこれ入ってますからね、マグアンプとか、そのあれを、他の肥料をちょっとこう入れない。うん、スーパーロングとかもね。これだけでやっていこうというふうに思います。まあ、南北これ入ってて。で、まあ、自分のね、この配合と混ぜてるんで、まあ、ちょっと肥料的にはこう薄まってるというかね、そんな感じになろうかと思います。で、まあ、いつも入れてますけどね。鉢底石これいらないと思うんやけど、まあ、いつもこういうふうに入れてます。で、これに、これはね、入れて、はい。あれぐらい入れようか。いい苗にはよく入れる。ケイサインパクトのミリオン A。はい。こういったのもね、ちょっと入れときましょう。これ浄化しますからね。はい。こういったのをちょっと入れて、観葉植物用の土が多めかな、多すぎる気がするな。はい、肥料は、まあ、先ほど言いましたけど、紅葉を楽しみたいので今回はね、入れません。はい、こんな感じで、まあ本当ね、今のうちというか秋にしっかり、根を張らせてですね、で春先にはかなり充実させて、またねこう厳しい、夏を乗り切る。もうやっぱ夏が厳しいので、日本の住宅は、こういうふうにこう今みたいに温暖化に、あ、表面はね、あれだけでいきます、あの配合だけでね、水がさらっと抜けるのが好きなので、はい。日本の夏はね、あれなんですよね。夏を意識して作れっていうのが昔からあるみたいですね。うん。だから昔からやっぱり、日本はね、こう湿度が高くて、やっぱこう過ごしにくいというか、昔からもやっぱそういったところはあるらしいです。で、まあ特に今がこういうふうにこう、ね、温暖化ひどいので、うん。だから、やっぱこう、なんか夏を意識してね、こう育てていこうがいいのかなと。まあ自分九州なんでね、さほどこう東北とか他のところに比べて、冬はね、そう厳しくないので、でまあ大分市内だからですね、まあ、そこまで気温が下がらない。うん、そういったことがあるので、余計やっぱりこう、夏をね、意識したような、形がいいのかなというふうにね思います。表面にもちょっとねこれ入れときましょう。ミリオンへこれ溶けてね、またこう水を浄化しますのでね、はい、こんな感じで、またこれに入れてね、しっかりして、まあ LED で育てたけど、もう完全にこれからはあれですね、屋外で育てていこう。で、あとは、このバークレー錦と、ルノディンやけど、共にね、サイズがこう、もういっぱいいっぱいなってるんで、こちらの方は、あれしましょう。サイズアップやね。鉢のサイズアップということでいこうかなというふうに思います。こっちね。あとは、やり方一緒なので、ちょっと全部動画を撮るかちょっとあれですけど、はい、こういうふうにね、わかりますかね、かなりこう茎立ちしてる。あ、これちょっとなんかもう枯れる寸前ぐらいやな。ちょっとこれ葉っぱ取ろうか。ちょっと黒ずんでるな。ちょっと取ろう。こんな感じになってますね。なんかね、バークレー錦ちょっと焦がした人が多かったんじゃないですかね。
強い日差しに弱いってリエルンパパがね言ってましたからね。でまたルノニンがね、夏に弱いって言われてるやつで、だから自分お迎えしたことなかったよね。今回初めて、あそこに行った時に、アジタニ草に行った時にね、これどうですかって言って育ててみませんかって言われたんで、はい、まあ多肉も随分長いことやっときながら育てたことないっていうのもねどうかなって思ったので、ならちょっとやってみようって言ってね、でずーっと LED、うん、だから無事ね生き延びたんですけど、やっぱりねルノリンとかも夏とかでも根がねしっかり張っとけばなんかいいという話ですね。やっぱ強いっていう、まあ、他の多肉と同様ですね。だからこれもまあさっきのリンゼアナとかと一緒で、今のうちにね植え替えて、根をねしっかり張らして、夏に備えるというかね、まだ冬にもなってないのに、夏に備える、こうそんな考え方ですね。はい、また寒くなったらなったで俺もこらえしょうがないから、ああ早く暑くならんかなとか言ってしまいそうですけどね。はい、よし、こんな感じで入れていきましょう。こうやれる時にやっとかないとね、ほんとなかなか言い訳ばっかりしてイベント行ってたからやれなかったとかね言い訳ばっかりしないでしっかり、はい、これねやっていかないと。まあ動画があるから逆に進んでるかもしれんね、こう作業がね。よいしょ、はい、こちらもですね、こっちもまあちょっと肥料ね、ちょっとなしで、まああまりこう紅葉って感じじゃないんやけど、まあ、ちょっとなしでいってみましょう。まあもともと、元肥でマグアンプ入ってますからね、うん、ちょっとバークレーにしか少しこうピンクっぽくなるんかな、あのちょっとこう縁がねピンクっぽく、あのピンク色っぽいですもんね、うん、だから、まあ、秋になるともっと強調されるんかなっていうね、気がしますけど、はい、果たしてどうなるかですね。でまたこれも同様ですね、表面に、配合だけ、いつものパターン、バークレー錦なんか焦がしたって人がなんか多かったような気がするな。なんか火に当てすぎたんじゃないかな。うん、どうだったんですかね皆さんね。はい、よいしょ、でよいしょ、でオルトランをちょろちょろと、でこちらの方もですね、ちょっと一回あの東側のちょっとこう日差しが若干弱いようなところに一回置いて、それからですねちょっと鳴らした後に、あカメラ当たった、鳴らした後にですね、南側、うん、日の当たるようなところに、置いてね行きたいなというふうに思います。はい、ということで過保護にしておりましたこの3つの苗、今日はねその植え替えの様子を、動画にですね、撮らせていただきました。はい、ほんとねあっという間にね冬になりますから、なんか最近植え替えの動画の比率が増えてるような気がしますけど、はい、そんな感じでね、今日の動画を終了したいと思います。
動画をですね、いいと思っていただけましたら、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。